バーレーン国防軍は、バーレーン王国の軍事組織。バーレーン陸軍、バーレーン海軍、バーレーン空軍、バーレーン医療部隊、バーレーン親衛隊で構成される。憲法上、国家元首たる国王を最高司令官とする。2008年1月6日、王政令によって去るマーンビンハマドアール 安全保障に関する最高意思決定は最高国防会議によって行われる。1971年8月14日にイギリスの保護国から独立したバーレーンは小規模な軍事力しか保有しておらず、1972年頃の総兵力は1100人で、陸軍は1個不評中隊、1個装甲車中隊及び1個対戦車小隊で編成され、 海軍は数隻の小海底を保有していたが、空軍は編成されていなかった。1978年に発生した、隣国イランで発生したイスラム革命後、新しい国防計画が策定された。1982年に湾岸協力会議は、バーレーンの防衛力を改善するため17億ドルを拠出した。1999年以降のバーレーンの国防費は、 安定しており、年間約3億2000万ドルが支出されている。M60A3 戦車バーレーン陸軍は6000人の兵力を保有する。1個気候旅団、1個機械化不評旅団、1個。アメリカ製 M60A3 戦車、M113A2 装甲兵員輸送車やフランス製パナール M3 装甲兵員輸送車など、欧米製装備品のほか コブラ系装輪装甲車、アクレプ系装輪装甲車など、トルコ製装備品の導入を行っている。フリゲート、サバ・バーレーン海軍は700人の兵力を保有している。旧アメリカ海軍のオリバー・ハザード・ペリー級、ミサイルフリゲート1隻、アルマナマ級、コルベット2隻、アハマド・アルファテフ級ミサイル艇4隻など、20隻の戦闘艦艇を有する。 海 -5E 戦闘機バーレン空軍は1500人の人員を保有する。2個航空団例下に9個飛行隊を編成している。アメリカ製海 -5E、海及び F-16C、D 戦闘機を主力に R-1E、海攻撃ヘリコプター、UH-60M 汎用ヘリコプターなどのヘリコプター戦力も有している。 バーレーン医療部隊は800人の人員を保有する。バーレーン最大の病院の一つである国防軍病院を運営する。バーレーン親衛隊による議場バーレーン親衛隊は、バーレーン王室の警護を任務とし、ハマド国王の息子のナーセルビンハマド・アル・ハリーファ、少将が司令官を務める。ありがとうございます。